チャウス岳は栃木県那須郡那須町にある標高1915メートルの山であり、数枚の溶岩流、火災流、長部の火災級、溶岩延長級からなる清掃火山である。山体は日光国立公園に属す。日本百名山の一つ、那須岳の主峰または那須岳の別称である。チャウス岳は那須岳の別称、またはその主峰であり、噴火口を伴う。 山頂部は、栃木県那須郡那須町にあるが、その裾野は、那須塩原市や福島県西白川郡、西郷村にまで及ぶ。那須の山々は茶臼岳の山裾に乗っていると言ってよい。山頂加工東から見た茶臼岳と朝日岳北から、見た茶臼岳茶臼岳山麓は、紅葉樹を中心とする植生であり、夏は緑が豊かで秋は、多種多様な紅葉が見られる。 山頂部は噴火に伴う砂礫が覆っており、低木は点在するが、見晴らしは良い。登山道が整備され、斜面は緩やかで、ルートには案内板やマーキングなどの目印も付けられているため初心者や子供連れでも比較的容易に登ることができる。登山口は、峠の茶屋で、峰の茶屋まで最初は、林の中の土の道を歩き、その後大小岩石と砂礫の道を登っていく。 峰の茶屋では、南方向に折り返し、茶臼岳山頂に向かって一気に登る。茶臼岳の登録は、中川支流のよささ川や湯川など数多くの河川が多く存在する。一方、茶臼岳の再録は、中川の源流部で、大川などの比較的大規模な河川があり、その一部平坦地には、沼源出原があって、数々の出原植物が繁茂している。 チャウス岳をはじめ、ナス岳山麓の温泉街は、古くからナス連山の山岳信仰のための登山基地のような、機能を受け持っていたと言われる。山腹にはキ尾のキツネと、摂生石の伝説など、山岳信仰にちなむ逸話が数多く残されている。またこの摂生国付近のナ須湯元には、複数の社があり、温泉群にも信仰にちなむ名称が付されている。 摂政国付近にある神社は以下の通り。茶臼岳登録にある信仰にちなむ地名は以下の通り。茶臼岳登録には栃木県道17号那須高原線が整備され、その中腹部にある峠の茶屋まで自家用車で登ることができるほか、峠の茶屋の少し下には、那須ロープウェイの那須山独駅があり、那須山町駅まで作動が敷かれており、茶臼岳山頂の近くまで、 容易に到達することができる。峠の茶屋及び、那須山独駅ともに大規模駐車場を備えているほか、那須山独駅までは、JR 東北本線黒磯駅や那須塩原駅から、春季から秋季まで、関東自動車の路線バス便も利用可能なため、観光客が比較的気軽に訪れることができるが、アクセス道が県道17号1本のみで、 またこの唯一のアクセス道の県道17号が峠の茶屋で U ターンしなければならないため観光シーズンには県道17号は非常に混雑する。ありがとうございます。